会社名とお名前お願いします。はい、サーパストレーディングの山口と申します。よろしくお願いします。お願いします。サーパストレーディングでいっぱい扱ってる商品あると思いますが、はい、パパパパッと、はい、ですね、ウッディプレスというオリジナルのサーフスケートですとか、はい、アルツハンガーというウェットスーツ用のハンガーですとか、あとスポンジボードのスマイルオンサーフですとか、まあ、いろいろあのですよね、もう言い切れないぐらい扱ってる、はい、ですよの中でこのブース、はい、一押しを一押しを、はい、今回ですね一番、おすすめしたいのがこのウィールオブライフというですね、スケートのパーツを使ったキャリーバッグ、この辺これを新しく、展開していきたいと思ってますので紹介できればと思います。もうすごく目を引きます。 ありがとうございます。なんかありそうでなかって、なんか皆さんからそういった話はすごく聞くので、すごく可能性の秘めたブランドじゃないかなと思って僕らも期待してます。これはキャスターの代わりにスケボーがついてるというイメージ。そうですね、はい、おっしゃる通りで、キャスターの代わりにスケボーで使われているこのトラックと、あとウィールがついていて、見た目こうすごいスケートの雰囲気をすごくこう出した、キャリーバッグ。しかもこの一番小さいサイズは機内持ち込みも対応しているので、多分用途はサーファーとかスケーター以外でもトリップに行かれる人たち全員にハマるんじゃないかなということでは。これキャリーバッグですけど、はい、背負えます、ねね、これ背負えるように、背負ってもらってもいいですか今背負ってみます。 T シャツを重ねぎ、黒いパンツをお召し上がり、ちょっとカメラに向かって見せてもらって、お子様を探しております。こんな感じですか。お見かけされた方は恐れ入りますが、会場入り口、事務局までお越しください。かわいい大きいサイズも、ね、あるんですけど、うん、もう両方とも背負えるようになってますんで、はい、まあ、引っ張ってもいいですし、背負ってもいいですし、はい、カラー展開も、そうですね、はい、デッキとウィールの組み合わせで、はい、8パターンですかね、用意してますんで、はい、ちょっとじゃあ興味ある方はご連絡をという感じでしょうか。そうですね、はい、今はまだですね、職人の方が一個一個ハンドメイドで作られているような状態なので、これから先我々と一緒になって、生産体制ですとか、うん、販売体制ですとかを整えて、いろんな人に見てもらって使ってもらって広まっていったらいいなと思っているブランドですので、よろしくお願いします。はい、どこでその職人さん作ってるんですか、どこの国。いや、日本です。日本なんですか。はい、神戸です。はい、関西の方が今一人で作られて、年内にはもしかしたら、もちろんです。あ、はい、分かりました、はい、興味のある方はご連絡ぜひよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。